はい？ちょっと待ってね。違う違う違う。ごめんなさい。全然違う。違う違う違う。全然違うぞ。違う違う、大地。大地愛さなくていいって今。おい。讃えるな。違う違う、讃えてもいいし、褒めてもいいんだけど、時間を考えろよ、お前。ということで、今日は練習試合の日なんですけれども、本日ね、ちょっと皆さんに伝えないといけないことがあります。というのもですね、ちょっとごめんなさい、すね毛ちょっと汚いんですけど、いつだっけな、おとついの練習試合で、試合中のね、不慮の事故により、足首を怪我しました。はい。そんなにね、大きな怪我ではないと思うんですけど、今日は、試合に出れないと、怪我人ということで、今日はね、怪我人でございます。はい、ということで、こんな感じで、怪我をしてしまったっていうことなんですけれども、まあ、怪我してね、落ち込んでる暇はないんでね、まあね、今日も、最高の一日にしていきたいと思います。ということでね、一日楽しく元気よくやっていきたいと思います。レディゴー。はい、じゃあちょっと降りていきます。よいしょ。危ない。ごめんなさいね、今日だけはちょっと本当にゆっくりいきます。今日ちょっと特すいません、特例です。ありがとうございます。テツ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 テレツテテテツテレテ、怪我の時こそ前を向く。 Yes, no, say, no problem. テテツテツテテレツテテテテレツ、 I am a pineapple. テツテツテテレテレツ。なんだ。はい、ということでですね、今日皆さんに紹介したいものが実はあります。それはね、何かっていうと、こちらの無印のジューサーでございます。これね、結構だいぶ前に買ったんですけど、ちょっとね、めんどくさくてね、あんま使ってなかったんですけど、そろそろね、使いましょうっていうことでね、ジューサーを使って、朝からスムージー作りたいと思いまーす。すいません、その前に一回米だけ炊きます。はい、ということでね、例のね、スムージーを作っていきたいと思うんですけど、今日のね、今回の材料は、こちらバナナとヨーグルト、ベリー、ほうれん草、牛乳、これらでございます。OK ということで、やっていきたいと思います。お次、ベリー入れます。あ、入れすぎた、ごめんなさい、ちょっと待って、入れすぎた。はい、次ヨーグルトね、ヨーグルト。うまいじゃない。こんなもんか、分からん。あとね、あとお好み量でお砂糖も入れてください。あれ、ちょっと不良品だな、これ。不良品だ。何これ、やめていいもん。何？はい、じゃあほんなら行きますね。はい、じゃあスイッチ行きます。あ、おいおい、すごい、これすごいな。ほとんどベリーだ、色は。そういうことだ。はい、じゃあちょっと、ブルーベリー、あ、ベリーバナナほうれん草ミックスいただきます。
港区女子。さあ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 、窓開けて気持ちよく行こうぜ、おい。最高ぜ、もっとよ。雨だ。雨の時こそ元気出す。Everything, umbrella, push, take to penny, everything. じゃあね、ちなみに、僕がなんでね、こういう怪我をしたかっていう話なんです、経緯についてなんですけども、おとついですね、練習試合がありまして、ね、ちなみにキーパーなんですけれども、高めの位置からあのフリーキックがあったんですね。そのフリーキックにですね、まあ、直接狙えるような、フリーキックではなくて、なんかクロスを上げるためには持ってこいっていうようなフリーキックだったんですね。で、そのフリーキックがこう上がってきましたと。上がってきたんですけど、もうキーパー出るか出れないかみたいな、そんな位置にディフェンスラインとキーパーの間に、放り込んできたんですね。まあそれがね、なかなかいいボールで、相手チームがね、ヘディングで合わせたんですね。なんですけど、そのね、ヘディングは、クロスバーの上を行きまして、まあ自分もね、一応、ボールに反応するっていうのがね、キーパーの役目なのでね、キーパーとしてはあのジャンプをして、まあスルーと、こうやって、入んないよっていうね、はい、ジャンプしながら、こう、入んないよーみたいな、してたんですけど、あのそのヘディングした選手がその勢い余って僕に突っ込んできたんですね。で、空中で飛んでる時にこう入んないよってね、こう空中で飛んでる時に相手がこう足元の方にこう来たんですね。そしたら、ね、バランス崩してこう足首って本来こうやってあるじゃないですか。でしっかり足の裏で設置してこう地面につくっていう形だと思うんですけど、こう来たことによって着地する瞬間に相手突っ込んできたことで足がこうなったんですね。このこうで、このままこうグネッと行っちゃったわけですね。はい。で、あのその後ゴールキックだったんですけど、あ、もうこのゴールキック蹴れないなと、お察ししましたので、ベンチの方にですねっていう合図を出しました。いつもならね、この時間あのお散歩に行く時間帯なんですけど、足首にね、あの負担をかけたくないっていうことで、あの今日は散歩を中止させていただきます。結構コメントいただくんですけど、あのスパイクの紹介をしてほしいっていう声がね、ちらほらあったので、ちょっと紹介したいと思います。今主に使ってるスパイクは3つあって、プレデター、こちらですね。こちらと、あの結構ね、 YouTube 始めた初期ぐらいの頃にあの視聴者の方からいただいたこのエースのスパイク、最近の動画で紹介したこのコパを今3つで、回しております。これあの天然芝だけナイキなんですけど、ティエンポの SG を使っています。高校1年か2年の時に買ったやつを今までずっと履いてます。では、ささっとね、朝飯を作りたいと思います。おいしくなーれ。それでは食べていきたいと思います。ちょっとね、怪我中なんでご飯は少なめでやってます。いただきます。ベジーファースト忘れない俺、翔さんに値する。実はね、あの卵焼きにチーズ入れてみた。すごい、うわー、すごい。じゃあちょっといただきます。このチーズのこの濃厚な感じと、この白だしのこの和の感じがこう相まって間にキムチ豆腐いただきたいと思います。これもめっちゃうまいのよ。いただきます。ソン・フンミン日本国籍取得しちゃったみたいな、そんな感じです。ごちそうさまでした。はい、それでは準備したいと思います。余裕がなくて優しくなれない、そんな時でもちゃんと分かってくれてる人がいる。ほらこっち向いて。それでは歯を磨いていきたいと思います。今日もですね、もちろん、ピュオーラを使わせていただきたいと思います。なんて
はい、ということで、今日の目標は、まあ、怪我、しててね、出場することができないんで、チームに、関わること、チームのいいところ悪いところを見つける、他の出てるキーパーから学ぶと。で、学ぶっていうのは自分のストロングがあるように、多分他のキーパーにも、まあ、いろんなストロングがあって、まあ、そのストロングをね、まあ、自分もこう見て吸収することで、まあ、さらにねいいキーパーになれると思うんで、他のキーパーからもねしっかりと学びたいと思います。はい、それでは行ってきます。それでは今日も楽しんでいっていきたいと思います。今日はあいにくの雨でございます。出発します。9時54分に駐車場のテント。終了です。どこ？え、本当の感情でした。通信制限でくさい。それハワイな。あるよ、あるよ、木があるんです。でっかい？イマジネーション能力すげーよ。よし、ただいま。飯先するわ。飯見にするわ。試合の日あるある。試合出なかったりした方が疲れたりお腹空いたりする。ちょっと今帰ってきて、6時なんですけど、さすがに眠さがちょっと勝ってるんで、30分だけ寝たいと思います。皆さん聞いてください、やばいです。6時から30分寝ようと思ったんですけど、もう少しで9時10分になります。やってしまいました。やってしまいました。このままじゃ今日一日終われないんで、やることだけやって寝たいと思います。さあやるよ、やるよ、やっていくよ。よっしゃー、シャイウェイ、シャイ行こう、シャイ行こう、レイエイ。パワー。パワー。ブー。ですね、この筋トレをやってるといつも思い出すんですけど、高校生の時に、まあ、電車で学校通うじゃないですか。バイバイ。ということで一通り腹筋終わったんですけど、もう1セットやって、終わりたいと思います。はい、それでは、トレ終わったんでね、プロテイン飲みたいと思います。牛乳で飲みたいんです。今日はそう飲めばいいじゃん。手と手のこの振る感覚と頭が連動するとこんな同じ動きしてるから同じ回転率。これはもう農工学院大学。これに対して追いバナナ。はい、ということでね、皆さんにちょっと伝えたいことがあるんですけど、明日実はプロとの練習ゲームが実はあるんですね。まあなんですけど、まああいにくにもこの自分は怪我している状況、この怪我っていうのはまあ事故だし、まあしょうがない、タイミング的にもしょうがないものなんですけど、明日のプロとのゲームは本当に楽しみにしてたし、本当にそのプロのレベルを知る機会にもなるんで、本当に
まあ、大事な試合だったとは思うんですけど、まあ、こうなっちゃったことには本当にもう何も言えないんで、この中で何ができるかっていうのを自分で考えた時に、まあ、見て学ぶっていうこともできると思うし、まあ、その怪我してる今怪我してる中で最大限自分のできることっていうのを、まあ、明日はやっていければなっていうふうに思います。まあ、もちろんね、試合に出て、まあ、肌で感じてっていうのが、まあ、一番今いいことだとは思うんですけど、まあ、今自分のこの体の怪我してる状態の中で、まあ、最大限ね学べることあると思うんで、やっていきたいと思います。はい、ということで、今日一日が終了いたしました。今日もね最高の一日を過ごせたんじゃないかなっていうふうに思います。明日からね遠征が始まるので、そちらもね皆さんにお届けできたらなっていうふうに思います。まあ今ね自分はこうやって今怪我してる状況ですけど、まあ本当に、まあ、その中で何ができるかっていうのをね、自分で模索しながらまた、成長していきたいと思います。明日からも皆さん頑張りましょう。Twitter、Instagram、概要欄に貼ってあれでか Twitter、Instagram、概要欄に貼っておりますので、どうぞフォローよろしくお願いいたします。それではまた、次は遠征の動画で会いましょう。Goodbye!